富吉建と富吉県築は愛知県天群蟹江町にある近畿日本鉄道の車両基地近鉄名古屋線富吉駅に隣接して設置されている電力記号は都市1967年に開設された車両基地で敷地面積は約4万1600平方メートル収容車両数は133両配下の車両基地は富吉車こと 米の車庫がある。このうち米の車庫は特急列車の名古屋口での折り返しに特化した車庫である。名古屋線系統の車庫としては他に明星県尺明星車庫があり、車両配置のない明星県尺白塚車庫も設置されている。かつては配下に大垣車庫と内部車庫があったが、こういう民営方式への移行に伴い、それぞれ施設を所有する養老線管理機構と、 四日市市に移管されている。敷地内に蟹江町と愛西市の境界線があり、敷地のほとんどの部分が蟹江町に存在するが、列車区の縦や部分だけは愛西市に存在する。列車留置の様子あたり車庫では、アーバンライナーネクスト、プラス全編成を含む特急用車両と名古屋線に所属する一般車両及び団体専用車両が配置される。特急車両、 団体専用車両は、大阪線での定期列車及び、貸切列車にも充当されている。2020年6月1日現在の配置は、以下の通り。特急、団体用車両一般車両事業用車、特急車両一般車両事業用、車両用路鉄道車両特殊競技線 AB 近畿日本鉄道、近畿日本鉄道100年の歩み2010年。 pp 738から739鉄道ピクトリアル2018年12月臨時増七74ページ電気車研究会購入者鉄道ファン2019年8月号ボリューム59通関700号付録小冊子、大手私鉄車両ファイル2019車両配置表鉄道ファン2012年8月号購入者大手私鉄車両ファイル2012 鉄道ファン2014年8月号購入者、大手私鉄車両ファイル2014車両データバンク。鉄道ファン2015年1月号、第645号、P42P43。鉄道ファン2015年8月号購入者、大手私鉄車両ファイル2015車両データバンク。ありがとうございます。